毎度、徹子です。韓国は、自国を世界6位の軍事大国と自慢しているのですが、実際に戦争が起これば、国防力の順位や兵器スペックだけで優劣をつけることはできません。韓国は、国防費を50兆ウォン台まで増やして、さらなる軍事大国を目指しているのですが、使用弾薬は1週間も耐えられない。砲弾などは、3日で底をつくということがバレて大変なことになっています。ニュースの詳細。総合軍事力第6位の軍事大国。昨年12月、大統領府が SNS を通じて明らかにしたムン・ジェイン政権の国防部門の成果だ。ムン・ジェイン政権は歴代のどの政府よりも国防力を堅固にしたという辞表も添えられた。ムン・ジェイン政権は発足後、年間国防予算を史上最大規模の50兆ウォン台に増やした。国産ミサイルの弾頭重量、射程距離などを制約して足かせになっていた韓米ミサイル指針を廃止することにも成功した。兵役資源の減少と現代戦に対応するため、陸軍歩兵装具類を先端化するウォリアープラットフォーム事業をはじめ、中国などの海上脅威を牽制するために韓国型軽空母の建造も決定した。外形的な側面で軍の力量が大きく向上したのだ。それならば、韓国軍の基本的な内実はどうだろうか。パククネ政府時代の国防調達分野の高位当局者は、業務を担当してみると、使用弾薬は1週間も耐えられず、特に砲弾などは2から3日で底をつくだろうと言っていたとし、国軍自体の予算は、かっこいい新型武器体系の購入に使い、これを裏付ける弾薬は、防衛事業庁の予算で買うようにしたからだと話した。以後、法事長などの努力で事情は改善されたが、依然として根本的な解決は遠い。軍のある関係者は、主要誘導爆弾などは、戦時に3日ほどで売り切れになるだろうと話している。韓国軍の将兵らは、訓練不足や服務期間の短縮などにより、かつてより熟練度が大幅に低下している。軍のある高位関係者は、現在8人の陸軍軍隊編成は、兵役資源の減少で、今後6人に削減される可能性があると憂慮を示した。ウォリアープラットフォームで、実的戦闘力の向上を図るとしても、2倍もの人数差が出るなら、軍隊単位の戦闘力で優勢を確信することは容易ではない。韓国軍は、兵力数不足の事態を自動化した兵器システムと装備で補完する方針だ。しかし、元日から鉄条網を越えて、非武装地帯を通じて北朝鮮に渡った脱北者を自動化したセンサーと映像装置が捉えたにもかかわらず、現場の部隊員が警戒を怠ったため見逃すなど、軍機と対応体制の管理もずさんだ。とのことです。あかん。兵器のスペックは重要なのですが、それよりも重要なのは、それを扱う兵士の熟練度です。どれだけ兵器が優れていても、その優れた性能を生かすことができなければ、鉄くずと同じです。韓国は、低下した兵士の熟練度を補助するために、兵器システムの自動化を推進していますが、自動化したことが原因で、適当に仕事をする兵士が増えているみたいですね。高性能兵器を配備するだけではなく、弾薬の補給など兵站にも、十分な裏付けが必要です。豊富な弾薬在庫があり敵地補給することができないと、兵器の性能を十分に発揮することができません。ただ、韓国は、昔から、見た目のスペックだけを整えて、中身を適当にする悪い癖があるので、弾薬が3日で尽きるという笑える話になっているのかなって思います。現在進行中のロシアのウクライナ侵攻からも、軍事大国が意味のない称号ということがわかります。ロシアは、世界第3位の軍事大国で、世界から、その存在を恐れられていたのですが、今回の侵攻で動員した兵士の熟練度が低く、軍の戦闘力が低下して苦戦していることが分かっています。戦車などの機甲車両と攻撃ヘリコプターは、西側諸国が供与した対戦車ロケット弾やスティンガーミサイルによって撃破されています。ウクライナ軍の兵器は老朽化しているし、弾薬備蓄量は少ないのですが、西側諸国の支援もあり、兵站が充実しているので、軍事大国のロシアと互角に戦っています。ちなみに、そういえば、昨年も弾薬不足の話が話題になりました。韓国空軍は、スティンガーミサイルを
ステルス戦闘機 F-35A の機関砲の実弾を保有していないので、数年間にわたり機関砲に実弾を充填していない状態で実戦配備していたことがバレています。韓国空軍は F-35A は機関砲だけでなく爆弾やミサイルなど様々な武装を搭載するので、機関砲の実弾がないというのは大きな問題ではないと主張しているんだけど、一発も実弾がないというのはちょっとおかしいです。ステルス戦闘機の F-35A はレーダーに捕捉されることなく北朝鮮の全域を攻撃することができます。有事の際に北の核、ミサイルなど主要施設を先制攻撃することが可能なんです。そのため F-35A の配備に対して北朝鮮は激しく反発しています。ムンジェイン大統領は北朝鮮のスパイと言われているのですが、韓国の大統領府には大量のスパイが入り込んでいます。軽空母や原子力潜水艦の建造を隠れ蓑に弾薬を減らして、いざ有事の際には使える実弾が一つもないという状況を作り出そうとしていたのでしょうか。弾薬不足以上に深刻なのが戦闘機の保有台数です。韓国空軍は戦闘機保有台数は420機の適正と考えているのですが、昨年末に380機まで減らすことを決定しています。お金がなくて適正保有台数を削減してしまったみたいですが、これで空軍力の空白が生まれるので空の守りが薄くなります。これも北のスパイの国防力の骨抜き作業の一環なんでしょうか。こちらがお隣さんの反応です。服務期間を大幅に伸ばさないと兵士の練度が維持できない。服務期間は少なくても24ヶ月は必要です。これがムンジェインが作った軍隊です。ムンジェインは軍を骨抜きにした大統領として永遠に残るだろう。戦争が起こるとお金持ちは国外に避難し、若者と庶民が国を守る。ムンジェインは真っ先に国外に逃げ出すだろう。ムンジェイン政権5年間の成果物です。いつでも北に国を捧げる状態にしているようだ。国防力をダメにしたムンジェイン政権は必ず審判を受けなければならない。利的行為を償うために最高刑を執行しなければならない。北のスパイは国家の武装解除に成功したようだ。世界最高技術である韓国の原発をなくし、北朝鮮には原発建設の支援をする。ムンジェインを利的罪で処罰してこそ真の赤兵生産だ。勤務しながら携帯電話を見ている兵士が多いようだ。今最も深刻なのは練習不足だ。コロナを理由にしているが、北朝鮮の顔色をうかがい3年間にわたり韓米合同演習を一度もしなかった。以上が国民の反応です。韓国軍の砲弾が3日しか持たないという話は他人事ではなく、継戦能力に関しては日本の自衛隊にも問題があります。弾薬の備蓄量は軍事機密ということもあり、正確な情報は公表されてないと思うのですが、確か自衛隊の継戦能力は2週間程度と言われています。国防費を増やして、せめて NATO 基準の GDP2% にして、弾薬などの兵団を充実させた方がいいんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。